そろそろカムロ町から消えるんか、キリュウちゃん。ああ、だからあんたを探していた。あ、どういうことや。俺はな、兄さん、あんたに大吾を支えてほしいと思ってる。もう分かってるやろな、俺は強いやつが好きや。俺に命令できんのは強いやつだけや。ああ、俺を登場界に戻したかったら俺に勝ってから命令せえや。やっぱりそうきたか。さあ始めようか、キリュウちゃん。こうやって向かい合うのも久々やな。せやけど手加減はなしやで。ああ、行くで。キリュウちゃんはごっついの。これでほんまにお別れやな。ああ、寂しくなるな、キリュウちゃん。ダイゴのことを頼んだ。ああ、ただ一つ気がかりなことがある。なんだ。もし六代目がおかしな方向に進んでも俺には止めることはできへんで。どういう意味だ。ダイゴ、いや六代目はあんたと同じで人を信じやすいところがある。変な連中に利用されなきゃええんやが。大丈夫だ、大吾はそんなバカな男じゃない。そろそろ俺は行く。登場会のこと頼んだぞ。えらいこと引き受けてしもうたな。しゃあない、真島五郎行ってやってるやないか。はあ、めんどくさ。せやけど桐生ちゃんとの約束やし、しゃあないな。しゃがしゃボケが。とにかくキリュウの首取る理由、錦山組にはあるんじゃ。こうなったらキリュウぶっ殺してわしが登場界の後目になったる。キリュウは登場界の敵じゃ。わしの手でキリュウの首取ったら。それは聞き捨てならない話だな。ああ、キリュウさんとやり合うのは構わない。だが錦山組に登場界の後目渡すわけにはいかねえってことだねえ、頭。何を言っているんだ。今後目の話なんかしている場合か。でも頭は桐生さんを呼ぼうとしている。俺も神田と同じでそれには反対なんですよ。浜崎、このまま桐生さんが代行に座ればそのまま七代目に復帰ということもある。お前もそれは嫌だろう、ミネ。もう一人の幹部の意見も聞きたいね。
真島の兄さんよ。あんたも本部の若頭補佐だ。何か喋ってくださいよ。アホくさ。ああ？俺は別にどうでもええ。あんたらで好きにやってくれや。どういうことや？風間のおっさんの亡霊探すもよし、キリュウちゃんとドンパチするのもよし、好きにせえ。そうや、一言言うとくわ。ん？喧嘩すんのは結構やが、もしうちの島に入ってきたら、そん時は怪我するだけじゃ済まへんで。マジマ。ほな。キリュウちゃん、えらいことになったで。そうか。わかった。ご苦労。どうやら神田の組が四代目に勝ち込みかけられたらしい。それで組の上層部は壊滅状態。たった一人で神田とやり合うとはさすがだな。堂島の竜の名は錆びついてねえようだ。どうやら桐生さんは例の沖縄の一件で動いてるようだ。あんたがこの計画に乗ってるという情報を掴んでいるかもしれん。そうなら次に桐生が攻め込むのはあんたのところだ。沖縄のリゾート計画、あんたに紹介したのはこの俺だ。リゾート建設に関わる利権、あんたの組に入る金は千億はくだらない。今俺らの中で六代目を弾いた可能性が高いのは間違いなくあんたなんだぜ、真島の兄さん。俺はカムロ町をこの手に収めたい。それがどういう意味か分かりますよね。今桐生さんに暴られたら一番困るのはあんただ。やり方は任せます。後始末しっかり頼みましたよ。
真島の兄さん、すまんのキリュウちゃん、驚かせてしもうて。これはま、俺なりの防御策や。最近は危のうて、堂々と事務所構えることもできへんからな。ようこそ真島組。ま、地下でゆっくり話でもしようや。懐かしいの。2年前まではここで俺も戦っとった。キリュウちゃんよ、こんな俺にもな、極道としての筋っちゅうもんがあるんや。たとえ俺がそいつにはめられたとしても、ただで口悪いようなことはできへん。口を割らせたかったら喧嘩で白黒つけてからにしようやないか。そうだったな、俺らはいつもそうやって生きてきたんだったな。闘技場の絶対王者、大島の竜桐生一馬 vs 石岩の魔王、島野の狂犬こと闘技場の帝王真島五郎。2年ぶりに帰ってきた怪物2人、果たしてこのリングで生き残るのはどちらの怪物か。いやー、キリュウちゃんはずっと変わらんな。ほら嬉しいで。やっぱり俺らにはこのやり方がお似合いや。ああ、そうだな。さあ、手加減はなしや。思いっきり行くで、キリュウちゃんや。今ゴングです。勝者、キリュウカズマ。やっぱりごっついな、キリュウちゃんよ。ほな、約束や。ゆっくり奥で話でもしようか。ああ。キリュウちゃん、
どこや。ここだ。おお、よかった。てっきり引き殺してしもうたかと思ったわ。ええから早乗れ。ああ。